こんにちは、速化塾の久保です。えー、今日はね、3月22日の14時32分、まあ、この放送をお届けしてるんですけども、ご覧のようにですね、120円を大きく超えて、えー、これからですね、125円の方に向かっていくと思われます。えー、以前も私ね、113円とか120円の頃に、このままで行くと、介入でもない限り120円突破しますよってことをお話して、えー、これポジションをね、いくつか持ちました。 あそしてそれを軸にずっと相場解説してましたけども、倍以外お話しすることはなかったですよね。えー、毎日倍の方に私はあの皆さんにお知らせしておきました。どこで入るかもお話ししましたけど、ぶっちゃけどこで入っても今日まで売らなければ全員理覚です。もしくは今日を境にまたほっといてもね、 一切決済しなくても、ここらでも利益が出る可能性は非常に高いですね。このまま、この悪い円高はどんどん続いていってですね、まだまだ行くんじゃないですか。150円とかね。そんなんもおかしな話ではないと思いますよ。まあ、なんせね、有事の時の、 日本円ではなくなってますよね、どう考えても。大抵有事の際っていうのは今までの例をとってみると、日本円が強いってことで、日本円が買われてですね、円高になっていったわけですけども、今は,はっきりわかります。有事の際にもう日本円は頼りにならないということなんですよ。世界中から日本円が今駆逐されようとしてる。まあ、なくなることはない。基軸通貨としてはまだまだしぶとくね、10年、20年と残るでしょうけども、しかしですね、わかりませんよ。これから、 円とドルとユーロのこの三つの三大基軸の中に別のデリバティブが入ってくる可能性は多いにあります。ここではちょっと言及しませんけども三次元的な私は世界通貨基軸通貨がこれからね展開されると思いますよ。この辺まで言ったらお分かりになる方いるでしょう。で、差し当たってはこの急激な円安に対してですね私たちが取れる手っていうのは一つしかありません。それは ドルを買うことですよ。円を売ってドルを買う。つまり、ドル円のチャートで言うと、倍を進めていくことです。で、こまめに利確してですね、1万、2万、5万、10万、100万と、どんどん積んでいってください。そして出た利益でさらにドルを買ってください。それを繰り返すことによって、資産防衛はできます。今全然お金がない方でも大丈夫です。私はずっと相場解説をしてましたけども、どうですか今年から相場解説を始めた方でも、 一ヶ月前から相場解説をご覧になった方でも、全員私の言う通りにやったら利益が出てるでしょね。これで利益出てないことないですよ。私、倍しか言ってないわけですから、カイトしか言ってないわけですからね。<laughs> はい。ということでね、まあ、私の相場感はいかがでしょうかっていう前に、まあ、そうですね。今年に入ってのこのドル円の相場は、 エフェクスをやってると言えてる人だったら全員勝ててるんじゃないかなと思いますね。そのぐらい極端な改装場ですよ。うん。まあこれからもね、改装場になると思いますけども、しかしですね、必ずやってくるのが大きな売りの時期です。巨額な決済をした場合、例えばね、今120円超えてますけども、これ110円でロングの玉を持ってるちょっとお金持ちの投資家もいるんですよ。 ね。手元に100万200万しかない人ではなくてですね。1000万2000万とかそれ以上の金額でやってる方は、まあ、はっきり言って買った後、長い間放置ですから、おそらく110円とかね。トランプさんの頃に仕込んだやつを今順番に利確利確利確でしてるところでしょう。玉がでかいですからね、そういう時は。ロットの単位が。ですんで、一気に売りの方にグワッと触れてね。それが大きな押し目を作りますから、そこで、運良く、だから運悪く、 買買いいいにに入入っったた人人額ではロスカット食らいますよそこで、まあ、こういうふうなことを読みながら、相場解説で、入っちゃいけない場合ってのもありますからね。うん。はい。それはね、どのぐらいの証券口座にお金を入れてたか、証拠金の維持率によっては、入っちゃいけない場合もありますからね。じゃあ、速っかの相場解説では、そういうことも身につけていきましょう。それでは、以上です。